てくれてありがとうございます。今日はね、ビーナスレインに行きたいと思います。はい、というわけで今日はビーナスラインに行きたいと思います。でね、今ね草津にいるので、ここからちょっと移動してビーナスライン走って、あとコロコクリヒュッテに行きたいなと思ってます。それじゃあね、早速準備をしてバイクに乗りたいと思います。はい、現在ね時刻は8時20分です。今ね草津にいるので、草津からね長野のビーナスラインに向かいたいと思います。いやー、にしても温泉、昨日温泉入ったんですけど、めっちゃいいお湯でした。すっごい気持ちが良かったです。それでね、夜の湯畑もちょっとね探索したんですけど、すごいね良かった。ライトアップがねとてもね綺麗でした。素晴らしい。でお昼もね温泉街ほんと楽しくて、食べ歩きめちゃくちゃしました。食べ歩きもうここの雰囲気がいいよね。雰囲気最高じゃないですか。この温泉街最高。そして温泉街を陰で駆け抜けるの最高。めっちゃ楽しい。うわー、湯気湯気湯気、ここすごい。ほんと湯畑すごいと思う。いやー、ここから香ってくる硫黄の香り、そう硫黄の香り、いわゆる温泉まんじゅうの香りってやつです。いや本当にいい場所。それじゃあね、ビーナスライン目指していこうかなと思います。しがみなの動画。はい、というわけで草津からビーナスラインに向けて進行中です。おー、寒いけど紅葉してますね。結構紅葉してる。綺麗、めっちゃ綺麗。いや最高、紅葉ツーリング最高。いや今日なんかこれから晴れてくる予報なんですけど、いや期待できませんね。めっちゃ曇ってます。めっちゃ曇り。そしてね、もうこう寒いから、もうほんと寒いから、もうほんとに寒いからさ、そうそう、めっちゃ寒いからさ、もう温泉入りたい。全然ねルートには入れてなかったんですけど、妻越パノラマラインに来ちゃいました。紅葉してます。めっちゃ紅葉してる、めっちゃ紅葉してる。やっぱ紅葉いいね。紅葉紅葉、いやめっちゃ綺麗。いやすごい、農村地帯、農村地帯に来ました。すごーい、農村地帯に来た。おー、めっちゃ畑、めっちゃ畑、めっちゃ畑、ちょっとちょっとして現れた畑。わー最高。はい、というわけでコンビニ休憩です。寒すぎてジャスミン茶買いました。ホットジャスミン茶めっちゃあったまります。それじゃあ引き続きビーナスラインへ目指して行ってみましょう。はい、現在ねコンビニを出発してちょっと経ったところです。山道走行中です。いや気温がねだいぶね回復して15度になりました。いやめっちゃ暖かい、めっちゃ暖かくなった。うわー、目の前めっちゃ晴れー。あー、青空見るとめっちゃね元気出た。やばい、めっちゃ晴れ、めっちゃ晴れ。おお、やばい、やっぱね日差しに照らされる紅葉綺麗。やばい、輝いてる輝いてる。イッツビューティフル。はい、というわけでねビーナスラインに突入でーす。すごいねここ、やばー、めっちゃ早くじゃん。すごいすごいすごい。おー、ビーナスラインって書いてある。入ります。ビーナスライン進入。わー、すごい、すごい、ススキススキ、めっちゃススキ、やっばいススキ、すっごいこれ、やばー。山一面全部ススキなんだけど、すごい、全部ススキ、すっごい綺麗。やばー、とかこういうのめっちゃ綺麗だった。あー、やばい。おー、てかめっちゃ気持ちいいです、ここ。天空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 。わー、すっごい綺麗。あー、やばいね。やば、やば、やば、やばーい。すごい、目の前の山が全部すごい、全部ススキ色。あー、最高。やばい、めっちゃ綺麗、すっごい綺麗。山がすごい、山がすごい。青空、紅葉、ススキ、最強。おー、確かにここ展望台め
めっちゃ綺麗かも。おすごい。あ綺麗、めっちゃ綺麗。景色めっちゃ綺麗。この隠れ日ってもう少しかな。いやすごいね。あすごい。あ虫当たった。虫飛んできた。あともうちょっとでね、コロボプルヒュッテがあるところに到着するみたいです。やばくないですか、ここすごい。めっちゃ原っぱ、一面原っぱ、やばい。え、待って待って待って、え、すごい。え、待って、全部山。はい、それを聞いた。そう、全部だね、なんかね、かっこいい土地なんですよ。すごくないですか、ここ。はぁ、やばい。めっちゃいい道、すっごいいい道。あー最高。しがみなの動画。はい、というわけでね、コロボックルヒュッテ到着です。それじゃあね、ボルシチ、ボルシチね、食べたいと思います。行ってきます。寒い。コロボックルヒュッテ、こんなところです。看板、看板かわいい。コロボックルヒュッテでした。ボルシチとチーズケーキ、めちゃくちゃ美味しかったです。あとね、ミルクコーヒーもね、シナモンの香りがついててめっちゃ美味しかったです。それじゃあね、この後なんですけど、ちょっとね、サムネ撮れるような展望スポットがね、いくつかあったので、そこちょっとね、行ってみたいと思います。というわけでね、景色がめちゃくちゃ綺麗なところにやってきました。それじゃあね、ちょっとね、撮影をしたいと思います。はい、というわけでね、ヴィーナスラインに行ってきました。めちゃくちゃね、広大で景色がとにかくやばかったです。最強の道でした。いやー、長野すごいなって感じでした。で、今日はね、お家に帰らなきゃいけない日なので、お家に向かって投稿したいと思います。もうずっとね、寒い中ツーリングするのかと思いきや、意外とね、太陽が出てきて快適ツーリングになりました。紅葉がね、最高。紅葉が最高でした。本当に紅葉最高。それでは最後まで動画を見てくれてありがとうございました。この動画が少しでもいいねって思った方はグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。 Twitter、Instagram をやってるので概要欄からフォローお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。